こんばんは。今回ゴールデンボールの方がゴールデンに育ったので、ちょっと今回引いていこうかなと思います。まあ、基本的に狙いは変わってないから、まあ、誰も当たってないからね。だから、まあ、MVP とか、そこら辺が当たればいいなっていう感じで、ちょっと引いていこうかなと思います。まあ、未所持だったら何でもいいです。はい。なんか未所持出てください。ロードが入ってないからね。待って、銀から昇格って感じか。で、昇格ってことは未所持ってこと？あ、そういうわけでもない。制服セラーだ、懐かしいな。このキャラなんか、スタミナダメージ無効が結構早め、初めてだっけ？どうだったかな？なんか、結構使いやすかったキャラな気がするけど、まあ、自分当時持ってなかったんだけど、制服セラータが、制服セラータもそろそろ転生来てもおかしくないような感じはするけども、どうだろうかということで、ちょっとね、ガチャは引き終わったので、もうね、動画の内容としては終わりなんですけども、最後にちょっとね、お忘れなくとして喋ることが結構あるので、ちょっと最後それ喋って終わろうかなと思います。まずはグラマス優勝者投票ですね。ここで、投票することができるんですけども、あのページで見た方がいいですかね。これですね、はい。投票で当たれば200ガチャポ、外れても50ガチャポもらえるんで、投票だけはしときましょう。まあ、誰に投票するかは、それはね、ここのさ、こういうところ見て、まあ、判断するといいかなと思います。はい。自分は、飛龍さんに入れときました。誰が勝つか全然わかんないから、ちょっとね、登場人物がわかんないと入れづらいんですけど、まあ、とりあえず知ってる人に入れときました。次はお知らせから分かる情報からいきますか。まずこの週末限定応援ルーレット、これやっときましょうっていうのと、これだ、ツイートキャンペーンですね。はい、ツイートしましょうってやつと、まあ、あとはさっきのゴールデンボールもログインで手に入るんで、ログインはしときましょうっていうのと、あと交換所で言うとシーズンメダルとかね、このプレミアメダルの方が終わってしまうので、ここら辺も交換を忘れずにっていう感じですね。はい、アプロンとかは、まあ、正直人によるんですけど、まあ、基本的に別に1、2本あれば全然足りるとは思うんですけども、まあ、ここ逃すとプレミアムメダルでの交換になってしまうので、まあ、これが嫌な方は今のうち取っとけばいいかなっていう感じです。今のところ、合うキャラが全然いないから、そんなに無理して取るものではないんですけども、まあ、余裕があるなら取っときましょう。あとは、シーズンの中でゲットできる、これですね。このシーズンガチャチケ。これも期限があるので、これもね、引いときましょう。忘れるとマジでね、もったいないんで、これは引いときましょう。あとは、こっちの方で、テニスオールですね。これ。これを押すとゴールドが手に入るんで、ゴールド不足な方、これは交換しときましょう。あとは、ちょっと自分のところじゃ見れないんですけども、白手にチャンネルでリプレイを見ようっていう、ジュエル2個でゲットできるね。あれがあるので、それもね、ここでね、見ときましょう。あとは、まあ、デイリーミッション系ですか。毎日ね、何試合しようとか、もうこういうのぐらいですかね。はい。はい。だいたいそこら辺が直近で終わるものかなという感じなので、忘れずにやっときましょう。というところまで、ありがとうございました。お疲れ様です。